フリオデリーバルデスこと、フリオセサルデリーバルデスは、パナマの元サッカー選手。選手時代のポジションはフォワード、カリブ海の小クラブから、欧州リーグのトップランクスコアラーにまで上り詰めた、パナマのテントリア。パナマ代表としては、国際舞台での実績は乏しいものの、選手生活20年以上の中で、大きな怪我に見舞われることもなく、 キャリアの最後まで高いレベルでコンディションを維持し、得点を上げ続けた。J リーグで長年プレーしたホルヘデリーバルデスは双子の2位。また、長兄のアルマンドも同じくプロサッカー選手だった。15歳の時に地元クラブでデビュー。1989年に新たな活躍の場を求めてアルゼンチンへ渡り、4部リーグで1シーズンプレー、33試合で28得点を記録した。 翌シーズンに、ウルグアイのナショナルモンテビデオに引き抜かれ、在籍4シーズン、出場89試合で、計110得点をマーク。1992年には自身得点王となる、活躍で、リーグ優勝の原動力となった。1993年、イタリアのカリアリへ移籍。主力として2シーズンを過ごし、欧州での選手生活に自信をつけると、1995年に、 フランスのパリ・サンジェルマン FC に移籍した、入れ替わりで移籍した、ジョージ・ウェアの後釜として活躍を見せ、翌年の UEFA カップ・ウィーナーズカップ優勝に貢献した。1997年、30歳で、新天地スペインのレアル・オビエドに移籍。クラブは、移籍初年度のシーズンを二部降格圏の18位で終えたものの、プレーオフで、バルデス自身が挙げた得点により勝利し、 広格の危機を免れた。その後も残留争いを続けるオビエドで気を吐いたバルデスは2000年にマラガ CFA 遺跡。マラガではウルグアイ人フォワードダリオシルバとのダブル D コンビでゴールを量産。当時すでに30代半ばという年齢を感じさせない存在感で時折レアルマドリードなど競合クラブを相手に得点するジャイアントキリングを演じ人気を集めた。 2003年にフルスナシオナルでプレーした後、故郷パナマに戻った。2005年にはパナマ代表として、兄ホルヘと共に2005コンカカーフゴールドカップに出場。決勝でアメリカに敗れたものの、準優勝を果たした。なお、この時、兄ホルヘと共に代交という形ではあるが共同でパナマ代表監督を務めた。2006年に現役を引退。ほどなく指導者として、 キャリアをスタートさせ、アニ・ホルヘと共に、カナダで開かれた 2007FIFAU-20 ワールドカップのパナマユース代表を指導した。2010年9月より、サッカーパナマ代表監督を務めた。ありがとうございます。